どうも、デッシーです。ファイナルファンタジー2続きです。ですね、あれからサラマンドの街の前から、まあ、魔法を上げつつ、まあ、情報を集めつつ、と言いまして、一旦ね、拠点となるフィンの城、まあ、フィンの街ですね、そこに戻ってきまして、ポール、盗賊のポールですね、これに竜巻のことを尋ねました。そうしたら、お前らあの中に入ろうっていうのか、全く大したやつらだ。よし、とっておきのお宝を使ってくれ、ベッドの横の壁を探してみな、というね感じになりました。ベッドの横の壁、これどうなるんですかね、と。ここか。おー、宝箱がいっぱいと。ルビーの胸当て、金の胸当て、金の髪飾り、ブラッドソードと。これアイテムちょっと結構いっぱいになっちゃいましたね。ちょっと待って、ルビーの胸当て、これはヤンさんかな。弱い。ちょっと待って待って、弱い。ブラッドソードももういらんだろう。ちょっともう一回戻って、いや、ちょっと待って、ポール、ちょっとおかしいぞ、いろいろおかしいぞ。相手は竜巻だぜ。ちょっと待って、あと残りの4つ、これに何かが秘密があるんじゃないかと。ちなみに魔法のレベルとかはあんまり変わってないです。サラマンドの町から戻ってきただけなので。ルビー、そんな弱い。いらん、ブラッドソードも結局売っちゃいましたから、いらんわ。HP 削り取れてもダメージがね。で、じゃあ残りの4つにいいものが入っているのでは、まあいいものというか重要アイテムがあるのではないかと。そういうことですかね。そうしますと、黒装束、盗賊のコテ、あれ、ちょっと待って、おかしい、これは全部基本いらないですよね。何もないと。じゃあミシディアの本か。そうするとミシディア行くしかないのか、もしかしてね。まあちょっとしたお助けアイテムですよみたいな感じですかね。エリクシャーはね嬉しいんですけど、いやーって感じですね。正直そんな、って感じですよ。じゃあちょっとまた、いやちょっとね、ポールが、ベッドの横にあるアイテムを使ってくれみたいなことを言い出したから、ちょっと動画を録画し始めたんですが、ちょっと大したことなかったですね。そうしましたら、ちょっとフィン城もまた回って、ミシディアもちょっと回りたいと思います。ちょっとカットします。はい。はい。ミシディアまでやってまいりました。で、ヒントがありました。この人、城に戻り、これはフィンのお城ですね。城に戻り、王家の鏡を使ってお前が助けた飛竜を誕生させるのだと。まさか飛竜を使って竜巻に乗り込む、そういうことなんですね。飛空船ですかね、飛空艇かと思ってたんですけれども、飛竜の方でしたね。で、あとはね、ここ、まあまさか
皇帝があれほどの力を持っていたとはと。あとミユの話ですね。お力をついに見つけたなと。皇帝の魔力が作った竜巻が北の国々を襲ったらしい。早くフィンに戻りなされと、いろいろ教えてくれますね。この人だったかな。そうか。だがあいつは自分の使命を果たしたのじゃ。安らかに眠れと。で、あと一つ気になる情報がありまして、この人は一応話しておこうか。ミシディアの力はお主らと共にある。さあ行くのだ。この人ですね。ジェイドは悪魔と共に現れるというね、ちょっと不思議なことを言っておられますね。で、あとちょっと、あれ、尋ねる竜巻、竜巻は知らない。アルテマの本、地獄の魔王の宮殿、パンデモニウムが現れた時、魔導士たちは強力な魔法を作り。なるほど。あとは、まあ、竜巻知らねえと。竜巻知らねえのかと。王家の鏡を使って飛竜を復活させるのだ。そういうことでしたよね。ちょっともう一回一応聞いときましょうか。この人？こっちか。王家の鏡を使ってお前が助けた飛竜を誕生させるのだ。なるほど。王家の鏡。鏡ありましたっけ？ちょっとあんまり覚えてないんですよね。じゃあちょっとミシディアじゃないフィンに戻りましょう。またはい、カットいたします。ちなみに魔法そこまで上がっておりません。ホーリーがレベル3になったところですね。アルテマはまあレベル2の、まあ、71の熟練度ですね。はい、ではまた飛びます。はい、フェイン城まで戻りまして、ヒルダに、飛竜について尋ねてみました。そうすると、昔竜騎士と飛竜を呼びたい時にはペンダントの光を城の鏡に反射させていましたということがありまして、ペンダント、これアイテムとしてペンダントあるんですよね。これもうどこで何のために手に入れたか全く覚えてない。これを鏡に反射させてましたということで、鏡があるらしいんですが、鏡ありましたっけ？で、地下行っちゃうんですよね。この右ポールに教えてもらったこっち行くと、あ、でもなんかあったような気がするな。あの左か、左って行けましたっけ？あ、行けそう。お、鏡は城の3階にあります。お、行けそう。え、でも飛竜は死んじゃって、あ、ここか。そう、死んじゃってさ、まだ卵から生まれてないってちょっと前の動画でも言いましたよね。ペンダント、これいける？いけます？使ってみます？ダメじゃん。磨き抜かれた鏡だ。あ、そういうことか。アイテム。ペンダント。これでいけるんか。ペンダントから発した光が鏡に吸い込まれていく。お、かわいい。鏡に飛竜の姿が映る。あの飛竜の卵から生まれた飛竜だ。飛竜はみるみるフィンに近づいてくる。もう生まれたん。かわいい。
ちょっと回ってきた。ついに竜騎士と飛竜が揃った。あー、リチャードさんですか。これ落ちれない。なるほど、それで飛べるっていうことか。いや、これもなんか FF に歴史ありって感じですね。これちなみに右何かあるのかと思う。いいっす、行きましょう。そう、FF に歴史あり、飛竜。飛竜がメインなのは5かな。このまま入れるっていうことなのかな。おいおい、野暮だぜ。野暮だぜ、邪魔するのは。まあまあ、倒していきましょう。ちゃんとね、こういうのを着てるから、ミシディアとか。違う、こいつじゃない。ちょっとね、ミシディアとか回ってる間にもね、結構デスとかやられたんですよ、ソーサラーに。ちょっと面倒なんですよね、そうすると。MP ちょっとずつ上がってますでしょ。まあ魔法自体は、魔法のね、レベルはね、そんな上がってないです、本当に。ね。仕方ない。ちょっとずつやっていくしかないですから、こればっかりは。いや、ほんと、あ、間違えたな。ちょっと違う違う。一番後ろも倒しちゃおうぜ、そしたら。これで、ホーリーとアルテまでやると。もうリチャードさんは普通の攻撃で、いけましょう。うわー、サージェント死なねえんかい。死なねえんかい。でも、あの時ブリザードで倒してたからな。ちゃんとね、苦労して倒したわ。よーし。アルテマのね、ダメージが結構幅があるのよね。ほんと与えるときはすげえ300いくつとか。これは期待できますね。育てれば期待できます。どのぐらいまで育てられるかにはかかってますけどね。何せ、ヤンキングさん、ヤンさんですから。飛竜と竜騎士が揃ったって言って戻れるのかね。相変わらずもらえるのは飛竜がアイテムになってる。そういうことかい。そういうことなん。使えない。ちょっと飛竜アイテムじゃねえべ、これは。というか、アイテム欄を、もう埋めないでくれ。本当に。あ、そうか、アイテムに、飛竜があることで、竜巻に入れる。そういうことね。わかりました。ちょっと道具屋。どうせまた、竜巻、なかなかどうしてって感じなんでしょう。いやー、もう150でしか売れねえじゃん。エリクシャー、よし、これでなかなかですね。エリクシャー揃ってきてるね。いいね。宿屋泊まってですね。ヤンさん MP、 そうですね、ヤンさんの MP もちょいちょい上がってきてますし、皇帝、まあでも皇帝といきなりっていう感じもしなくもないですよね、これ。でも魔法合戦になるのかな。
入れるか。ほっほっ、いや、めっちゃかわいい。キュン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 。あー、ダンジョンか。これテレポ使えるのかな。まあいいや。いや、ちょっとそしたらリチャードがっつり育てた方がいいな。どうせここも長いべ、多分。しかも怖いわ。おー、ラミア。ラミアは多分混乱やってくるよね。キャプテンはもうどうでもいいのよ。どうでもいいのよ。バーサク、これはちょっと怖いんで本当にかけといて。ちょっと待って、でもバーサク、あー、ちょっとあい、あ、ちょっと先に倒しちゃおう。もうバーサクかけて混乱とかさせられたらもう目も当てられないですから。いやー、でも普通に鍛えよう。ほら、倒れないっしょ。よしよし、大丈夫大丈夫。うわー、強えな。キャプテンなかなか強えな。先に、うわー、強え。ラミア強え。強えっていうか HP が高い。さすがやわ。ちょっとホーリー、アルテマ、いや、テッシーでさすがに、さすがに倒れるだろう。さすがにね。よし、読み通り、いいね。大丈夫か。お、逃げた。ホーリーだと倒れない。 OK、 問題なし。ちょっとケアルかけてあげて、ちょっとでも育てたい。アルテマ、リチャード、まあ、とりあえず剣、剣を育てよう。うわ、逃げたし、逃げたし。よし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 。力ちょっと下がったけど、頑張ろう頑張ろう。ちょっとちょっとちょっとテレポを使っていいですか。使えないとかですと辛いんで、一回実験でテッシーでやってみよう。ちょっとすいません。あ、大丈夫ね。ちょっとそこが心配でしたんで。オッケー。あー、じゃあちょっとそうしたらキリがいいので回復します。回復してもう一回挑みましょう。ちょっとマジで分かんないんで、テレポ使えないとかだったらほんと嫌だったんで、回復して行きましょうか。まあ、どうせ長いべね、本当に。え、結構まだストーリー長いのかな。やべえなこれ。ナンバリング100とか行くのをやめてよ、本当に。本当に。よし、オッケー。キュ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 。よし、じゃあ次回本格的に探索を始めます。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録とね、高評価もよろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼いたします。